隊を背負う七戸、4年前の世界チャンピオン復活を期す上川、去年準優勝21歳の原沢、体重無差別柔道日本一の座をかけた戦いです。外は新緑に覆われました東京千代田区北の丸公園日本武道館です。今年も柔道日本一の座をかけて全国の精鋭がここ日本武道館に集っています。今年のこの大会、解説は全日本男子協会委員日本大学柔道部男子監督の今野純さんにお願いしてお伝えしてまいります。アナウンサーは豊原です。今野さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今野さんは94年97年全日本2度の優勝の経験をお持ちです。さあ、ではここまですでにベスト8が出揃っています。その顔ぶれをご紹介しています。90キロ級の吉永、そして上川、超級の西方、七戸、さらには81キロ級の永瀬がこの8人のうちに入りました。2010年のこの日本チャンピオン高橋、そして王子谷、原沢という若い期待の重量級の選手たちです。さあ、ではこの試合をお伝えしていく前に今大会のルールをご説明していきましょう。今年1月に改正されました国際柔道連盟試合審判規定で行われます。ただ今大会は試合時間は6分間、延長はありません。そして指導はこの新しいルールでは3つまではポイントになりませんが、4つ指導を受けるとその時点で反則負けです。今大会はその指導の差が2つ以上で優勢勝ち、少ない方が勝ちます。そして指導の差が1つ以下の時は旗による判定にもつれ込みます。そして抑え込みは1本は20秒、技あり15秒、有効10秒というルールで行われます。まもなく準々決勝の試合が始まろうというところです。準々決勝の最初の試合です。赤は90キロ級優勝を狙うという言葉があります吉永、そして白は4年前の世界チャンピオン、ロンドンでは悔しい思いをしました、そこから復活を期す上川大輝です。近野さん、この上川のこの大会の戦いぶり、はい、ここまでいかがですか。そうですね、非常にいい形で来ていると思います。ただこの前の試合ちょっとだけですね、技出しが遅くなってしまいましたので、その分を引きずらずにですね、この試合に、気持ちを切り替えていられればいいなと思います。2回戦は猪俣を払い腰1本、そして3回戦は野村を内股1本でいずれも下しています。そして大きな相手をことごとく破ってきました。この吉永、非常に何かこう組み手のうまさ、そういったものを感じる選手ですね。そうですね、本当に試合のポイント、分かれ目をしっかり見極められる選手ですね。さあ、準々決勝最初の試合です。88キロの吉永、そして156キロ上川です。この試合の時間の中で6分間の中で非常によく足が動く時間帯もあります今日のこの上川です。近野さん、まず上川としては組み止めたいでしょうか。そうですね、上川としては2本しっかりと掴んで、じっくりと、技をかけていきたいと思うんですけども、まず右手、釣り手を取ります。ともえ投げに行く吉永です。吉永としてはその組み止められる前にこう技を出していきたい、はい、2つ持たれてしまってはですね、これは勝負になりませんので、吉永選手は先に仕掛けていきたいと思います。まずは釣り手、右手をしっかり掴みました。右組みの上川です。両者右組みです。さあ、ここは組み止めた。そうですね、このは引き上げて投げに行ってほしいですね。これは極端な防御姿勢の指導あるでしょうか。そうでしょうね、やはりそうです。指導でまず一つ入ります。はい、なる前に何か打開していきたいのが吉永。そうですね、潜っていこうという一本背負い投げに行こうという吉永ですが、
待て。ただなかなかこう担ぎ上げるというのも難しいんじゃないでしょうか。そうですね、上川選手非常に体重もですね上がってきてますので、これだけの体重差でですね、崩しがないままかけてもなかなか持ち上がらないと思います。さあ今度が上川の釣り手を逆に防ぎながら、ああただ上川釣り手を取ります。前襟です。はい、今片襟のような状態からしっかりと釣り手をまず制しようというところです。さあ、今行けますね。動き止まりました。はい、止まりました。吉永の釣り手は低い、思い投げに行く。ただこれも跳ね上げるにはなかなか体重差が、はい、豊原さん、今日の上川について母校の明治大学の猿渡監督ですけれども、はい、今日はですねタイプもそれから相手が作戦を変えてきてもうまく対応していると、今日は崩し方そして足技さらには組み方、このあたりもですね今日は言うことはありませんという話です。あ、なるほど。先ほど吉永に駆け逃げ偽装攻撃の指導が一つ与えられています。仮にこのまま時間が過ぎていきましてもこれで指導の差2つということになりますので上川の優勢勝ちということになります。ご覧のようなこの大会の特別のルールです。さあここまず引き手が引けている、これで釣り手が取れると上川の形になります。そうですね、引き手をしっかり引けてますので釣り手を引きたいところですね。あ、その釣り手を切ります、はい、吉永です。吉永もいろいろ工夫をしてきてはいますが、はい、まあ、吉永選手も非常に諦めの悪い選手ですので、いい意味でですね、はい、最後の最後までですね、勝利を目指してくると思いますから、2年前の加藤博隆選手の日本一に大いに刺激を受けたというこの吉永です、はい、さあなんとか潜り込むようにして打開したい吉永、組み止めて技を出したい上川、はい、待てがかかりました。これで3つ目です。吉永だけに組み合わないという指導です。もう一つ指導をもらいますとその時点で吉永は反則負け、上川の一本勝ちが決まります。一本背負い投げに行く、ただ崩れていない状況では、そうですね、今これは偽装攻撃ということになるでしょうか。副審2人を呼んで競技に入ります。今のは偽装じゃないというそんなジェスチャーがありました吉永、はい、まあ、吉永選手も偽装攻撃しようと思ってかけたわけではないんですけども、まあ、受けが上川選手強いんでですね、まあ、結果的にそういう風に見える形になってしまいましたね。競技の後判断はどうなるでしょう。偽装攻撃、これで指導4つ目、上川一本勝ちです。準決勝進出を決めました。吉永は工夫を持って立ち向かっていきましたが、はい、ここは無念の反則。そうですね、いろいろと作戦を立てていたと思うんですけども、まあ、上川選手の受けがですね、ぶれなかったですね。上川、吉永を下して準決勝進出です。ただいまの試合は赤、吉永選手の反則負けにより全て一本で相手を下してのベスト4進出、充実、そんな言葉が似合いそうです。今日の上川です。何か顔にも自信、そういったものが伺えますかね。そうですね、昨年末から非常に調子を上げてきていますので、まあ、本人もですね自信を持ってこの大会に臨んできていると思います。さあでは続いての試合をお伝えしてまいりましょう。重量級エースの期待がかかります。中心的にこの階級強化をされてきました七戸龍。仕方いけよ。ご覧のようにヨーロッパパリでフランスパリで行われましたグランドスラムという、まあ、グレードの高い国際大会で優勝を果たしました今シーズンです。九州地区代表西方選手、この七戸も河野さん、状態のいい中でこの大会を迎えましたね。そうですね、パリの国際大会も試合内容もですねほぼ完璧な内容で優勝していますので、外国人にもですねしっかりと通用するところを見せてこの大会に臨んできていると思います。一方の対するは130キロ旭化成九州代表の西方です。この西方はここまで3試合すべて抑え込み寝技一本勝ちで
立ち上がってきています。さあこれは大柄な選手同士の戦いになりました。ともに1メートル90センチを超えます。130キロを超える西方、120キロの七戸、さあがっちり組み合った。まず奥を引いたのは西方で大内刈りで攻める。七戸が先に技に行った。小外を見せて右手は西方ですね。両者は九州で大内刈り、どうだ、有効、七戸の大内刈り有効。失礼しました、西方に有効です。大内返しですか。いや、大内刈りの有効だと思います。有効ですね、はい、七戸に有効ですね。はい、七戸があの素早い大内刈りで有効取りましたね。なんとかそれを半身返していこうという動きを見せましたが、七戸に有効です。はい、ああこれがっぷり組み合った中でかなり迫力のある戦いになりました。そうですね、組み手的には西方に若干有利だったんですが、まあ、その隙間を逃さなかったですね。ここは奥を取っている西方、ここもあただ釣り手を切ります。はい、引き手を切りました。七戸右組、西方左組です。釣り手がお互いにこう厳しい釣り手の争い、どちらが引き手を引くか。上から取っている西方です。ここで待てです。豊原さん、七戸サイドとしては相手の形にさせないことを考えていまして、出番前は釣り手前襟をつかむ形を確認していました。戸部アナウンサーのリポートです。お互いにあの先に2ついいところを2本ですね、はい、持たれないことというのを話していますが、そうですね、まあ、西方は同じ2本でも引きつけたい、まあ、七戸はですね少し距離を取りたいという、まあ、同じ2本なんですが、まあ、その辺の思惑は若干違うと思います。とするとこれ今は西方の間合いになりますか。はい、西方の間合いになってますね。頭を下げさせます、西方です。いい形です。はい、これは危ないですね。払い腰を狙う、もうちょっと右手を上げていきたいところですね。組み替えましたね。払い腰を狙っていきますが、ここは返していく。どうだ、ポイント返しましたね。有効、七戸に2つ入りました。はい、待て、七戸有効ポイント、ここはしっかり受けます。はい、この辺りの受けの強さというのが、そうですね、強化してきた中で伸びた部分でしょうか。はい、非常にもともと受けは柔らかいんですけれども、まあ、その部分がですね、体重も増えたことで受けも非常にバランスよくなってますね。しかし今の組手はですね、はい、ちょっと危ない組手ですね。七戸としては少し考えた方がいいですか。そうですね、距離をあまり詰められるとですね、西方選手の、技を食ってしまう可能性もありますので、もう少し今のいい距離ですね。内股を狙う、それを返していく。西が抜けると危ないですよ。西方としてはこの形で、はい、西方は距離ですね、西方の距離ですね。支えつぐみ足、お互いに小外足技も繰り出します。あ、場内から大きな拍手、熱のこもった激しい試合になります。試合時間は6分間です。はい、間もなく2分15秒、今過ぎました。釣り手の右肘がですね、外に抜けてしまったり折り曲がったりしてしまうとですね、西方選手の技を食う危険性が増してしまいます。篠平は今この位置であればいい。そうですね、今の位置は悪くないと思います。ここから引き手を持った瞬間に遠間からですね、内股、大内、大外と仕掛けていきたいところですね。西方としてはこの高さ、釣り手の高さはいいんですか。いえ、西方はですね、相手の右手をですね、釣り手を顎の下に入れて降りたいんですね。あ、今そうですね、折れましたね。はい、これでいいんですね。はい、降りに行きました。さあこれで外にか、そこはうまくさばきました。はい、西方迫力があります。あのような距離になると西方選手は逆の技も今のようにありますので、ここで積極的戦意にかける七戸に指導が一つ。ここは少し防戦、そういった時間になりました。七戸まず先にポイントを取ったのは七戸の大内刈りでした。さあ今度は七戸も相手の高いところを取ります。ただこう下から外にこう西方の釣り手をこう押し出すような形、はい、そうですね、西方選手はおそらくこの後右手を顎の下に入れて、ちょっと無理な体勢からの払い腰、支え釣り込み足、今の位置であれば技を食うことないと思います。場外です、待てがかかります。組手の厳しさ、受けの強さ、こういったものを鍛えてきました七戸。場外の指導が不用意に出たという西方に与えられます。これで指導は2つずつです。ポイントは七戸有効のポイント2つリード。残り時間がまもなく1分30秒になろうというところです。払い腰、
ちょっと今打線巻き込んでいった。そしてそのまま当たった。ケサラダに入った。西畑ががっちり抑えた。ここまで3試合いずれも抑え込み1本。今12秒15秒技あり、逆転しました西畑。20秒今朝方の一本勝ち、西方逆転で準決勝進出です。七戸龍敗れました。払い巻き込みやや強引かと思いましたが、そこからの寝技、はい、ちょっとですね、手がしっかりと距離を取れなかったこと、頭を下げてしまったことですね。このために相手の技をしっかり、受けてしまいましたね。ここはこの大会非常に充実していた感のあった西方の前に七戸龍敗れました、はい。まあ、西方が今日非常に調子がいいですね。西方健太、2年ぶり4回目のこの日本選手権ベスト4進出です。この日本選手権、全日本選手権は世界選手権、今年8月にロシアで行われます世界選手権の代表選考も兼ねています。これ今のシーンですね、払い巻き込みからそのまま消されたために、この右手がですね抜けてしまいましたね。突っ張りきれなかったですね。この立ち技から寝技、この辺りは非常に練られていると言いますかね。そうですね、隙間なくしっかりと抑え込んだと思います。国士舘大出身、旭化成の西方です。七戸敗れました。世界選手権の代表選考では、はい、この七戸の敗戦というのはどういう影響があるんでしょうか。そうですね、まあ、これはこの後の会議にならないとわからないと思いますけれども、はい、やはりコーチ陣としては残念な敗戦ではないかなと思います。今日解説は日本大学柔道部男子監督、全日本男子協会委員の今野純さんでお伝えしています。今年の全日本柔道選手権準々決勝2試合が終わっています。上川はベスト4進出、そして七戸は西方に敗れました。西方がベスト4進出です。さあ続いての試合です。4年前の日本一、高橋和彦、28歳という年齢を迎えて再び日本一の座を狙います。関東地区代表永瀬選手、白東京地区代表高橋和彦選手、片や81キロ級この準々決勝に駒を進めました。世界選手権のすでに代表を決めています。今年の選抜体重別、去年の講道館杯優勝の永瀬です。さあこの体重差、高橋は125キロ、永瀬81キロという中でのこの両者の戦いです。高橋は初戦ウルフアロンを大外刈り技あり、その後は奈崎を払い腰有効、そして高校生の香川を合わせ技一本で下してきました。いきなり内股に行く永瀬。永瀬は初戦100キロ級熊代を小外刈り一本、その後90キロ級の強化選手でもあります吉田を指導2つの差で下しています。左組みの高橋です。右組みの永瀬、手を探り合います両者です。体重軽いですが永瀬技のキレはありますよね。そうですね、技のキレ、投げ切る力、非常にありますね。オーソドックスな柔道なんですけれども、しっかり組んでできる選手ですよね。受けも攻撃もバランスがいいですね。今ここ高橋に組み合わないということで指導がつきました。そうですね、永瀬のが若干技を仕掛けているということなんだと思います。引き手がない中で技を出していきます永瀬です。ちょっとグラッとするところが高橋も、おやなんて払い腰返していこうという永瀬です。元井豊原さん、はい、この永瀬について筑波大の松井監督ですけれども、前半しのいで後半勝負をしてほしいということでしたね。それから大きい相手とも普段から組み合っているので、
奥襟を取られても内から巻き替えて自分も奥を取ればそれで十分だという話です。高井アナウンサーのリポートです。今年29歳になりました。今月29歳になりました高橋。スタミナという部分ではこれどうでしょうね。そうですね、やはり若い頃の戦い方とはだいぶ違ってきてますね。あまり最初からガツガツはいかない、スタミナを配分してのことだと思います。豊原さん、そのあたりはですね、去年の年末から怪我も見えてきて稽古を詰めているということで高橋サイドとしてはスタミナそれほど不安はないようです。今度は戸部アナウンサーのリポートです。後半にという長さ、スタミナにも不安はないという中での高橋、まずは組み手争い、はい、高橋が前に出だしましたね。今袖も引きましたか。ちょっと釣り手が低いか、引ききれてないですね。まだ引ききれてないですね。これ長さがいけるところですよ。苦しい組み手で高橋から技を出していきました。試合時間は6分間です。まもなく2分が過ぎようというところです。ここまで永瀬がうまくこうさばいているそんな感じなんでしょうか。そうですね、高橋もまだちょっとゆっくり見ているという感じで少しずつエンジンをかけてくると思うんですけれども、お互いの袖の攻防です。高橋持ちました。逆の技をかけていった。外側に、はい、このフェイントが上手なんですね。この辺り大きな体高橋です。ここは永瀬に積極的戦意にかける指導、お互い一つずつ指導が入りました。高橋です。奥襟を引いた高橋、手も引いてますね。払い越しに行く、内股で返す。連続で技を出していく永瀬、それを離さない高橋。小外刈り追い詰めていく、場外なんとか回り込んでこらえる永瀬。うまい、返していく、あっとポイントは有効だ。しかし副審2人がこの有効はないというアピールがありました、ジェスチャーがありました。ポイントはありません。ただ永瀬がうまく合わせていきました。そうですね、高橋もあまり不用意な技をかけると今のように切り返されてしまいますので、はいはい、あのあたり体の強さも感じますね。永瀬あの受けのバランスがいいんですね。永瀬選手は袖を引いた。永瀬高い位置を持つ、中から高いところを取れば大丈夫だという大井アナウンサーからのリポートがありました。マスチ監督の指導を受けます筑波大学永瀬、払い越しから内股、それを返していく、場外際の攻防。永瀬手向かってますね。永瀬が持て、お互いポイントもありません。指導も一つずつ。残り時間が2分30秒を切っています。3分以上戦ってきました。時間的には後半に入ってきました。この辺りでさあ両者動きが出てくるかどうか。奥襟を引きます高橋です。払い越し、と払わい、しのいだ永瀬、ポイントはありません。引き手を取るとですね、体も下がりますので持っていかれますね。高橋はこれただもう少しこれ距離詰めたいんでしょうか。そうですね、ただ高橋はあの距離でも十分払い越し打てるんですよね。永瀬もですね、前技がちょっと厳しいので、大内コスト狩り、この辺を狙ってるんじゃないかなと思いますね。さあまた組み手の争いになります。上から取っている高橋です。下から取ってその位置を上に上げていく永瀬、手がない中で今技を一つ出していく。これは永瀬の組み手か。そうですね、落ちる、落ちる、腹ばいで防ぎました高橋。そうですね、やっぱ狙いは大内刈り、その辺を狙っていると思いますね。体重無差別柔道日本一を争いますこの全日本柔道選手権、100キロ超級の高橋、81キロ級の永瀬、非常にいい戦いを展開しています両者。手を内側からまた高いところ、奥襟を引いている高橋、袖を引いた、ここは今釣り手が取れています永瀬です。引き手をぐっと引いた状態で釣り手高いところを取りました。手軽も強引に払い越し、今のは組み手的に永瀬選手だったんですけども、強引に持っていきましたね。組み手を嫌うような払い越しでした。残り1分を切ってきました。両者まだポイントありません。指導の数も同じ、このままでいきますと旗判定ということになります。
手の攻防では長瀬が勝っているか。内側から下から突き上げている長瀬、高橋に行くと思いますよ。そうですね、ここ肘を折ってグッと近寄せてきた。高橋もいい形にしようというところで払い腰と狙った。この辺りのバランス長瀬いいですね。もう一度技の数でどうか。このまま行きますとハタリによる判定になります。20秒切った。もう一度行く。こちらだから100本に有効ポイント入った。永瀬にポイントが入りました。強引に技を繰り出していった高橋、うまく返していきました永瀬。そうですね、ちょっと強引すぎましたね。さあ残りが5秒。81-9の永瀬、ここでブザー。永瀬貴規、高橋和彦を下してベスト4に進出です。試合終了間際、高橋の猛攻。そうですね、あの猛攻を逃げずにですね、しっかりと見極めていたからこそですね、あの返し技が出たんだと思います。ただいまの試合81-9、永瀬が今年はベスト4まで勝ち上がりました。いや、この非常にですね、軽い選手が不利な有利な中で永瀬氏立派ですね。ここまで勝ち上がったのは素晴らしいです。これも一つ、あの体重無差別の醍醐味、そんなところでしょうか。そうですね。あ、先ほどのシーンです。強引な内股を、はい、これ引いて、そうですね、はい、めくり返したような形になったと思います。もう一度角度を変えてご覧いただきましょう、はい、これ袖を、手を離したんですね、高橋選手が。この、はい、手を離して潰れに行ったんですけれども、まあ、潰さないで引き手を使って引き崩してですね、しっかり背中をつけたと思います。永瀬がしっかり決めていきましたね、はい、最後これも本当にしっかり受けていくんですね。筑波大で大きな選手とも組んでいるというリポートもありました。永瀬が2年連続2回目のこの日本選手権ベスト4に進みました。あ、今岡田さんから声をかけられています。同じく高橋健二審判員。さあ、この準々決勝最後の一試合になりました。21歳、去年初出場で準優勝、日本大学4年生になりました原沢。一方同い年です、東海大相模から東海大、こちらも将来を期待されて育ってきた大下に。さあ、21歳同士、大学4年生同士のこの準々決勝、最後の一試合です。内股からいきます。両者右組みです。奥襟を取って原沢、ここは今両襟といいますか脇のあたりに手を差そうという原沢です。左手釣り手、高いところが取れませんが引き手を引いている王子谷。奥襟を取った。この形今どう見たらいいですか。そうですね、これは両方いける形ですね。内股に行く。ただ腰が重い王子谷。王子谷も打てますし原さんも打てる、お互いに打てる今内容になっています。王子谷は引きつけての大外刈りが得意な選手。大外刈りうまく合わせていきます。豊原さん、はい、東海大学の上水監督ですが、この王子谷は非常にこう原沢を意識していて、今日のポイントは2つ、距離を詰めること、そして右足が前に出ること、今のような状態の時はいいと言ってましたね。右足を引かないことと言っていました。王子谷サイド、戸部アナウンサーのリポートです。原沢としては少しこう距離を取った中で戦いたいということになりますか。そうですね、あの引き手の位置をしっかりと自分の得意な形に持ってきてですね、あの足を使って攻撃したいと思います。ここも両者がっぷりと組み合っています。大外刈りに転じる。その後バランスを崩した、合わせていく王子谷、ポイントはありません。今のところは原沢選手が先に仕掛けて、大内谷選手が返しに来るといった展開になってますね。高校総体で優勝、全日本ジュニアも優勝、どちらかというと若い頃エリート街道を歩いていたのは王子谷。原沢はですね、高校2年まで81キロ級の選手でしたし、はい、まあ、重量級にも高3の夏から転向したということで、まあ、非常に、まあ、それまでは決して、有名な選手ではなかったんですけれども、まあ、急激に体大きくなりましたですね、力をつけてきた選手です。歩んできた道のりは対照的ですが、これからの重量級を担う
逸材であることにはありませんよね。そうですね、この年代はやはりこの原沢王子谷にですね牽引していくことになると思います。さあ奥襟を取ります原沢。王子谷は今釣り手が取れずにいます。あとお互い釣り手が切れます。どちらかというと前に出る圧力は王子谷、やはり体重差はですねやっぱ10キロ以上ありますので、はい、前に出るのは王子谷選手の方が力はあるような気がしますね。136キロ王子谷、122キロ原沢です。おっと少し膠着した感じ。腹いこしに行くがそれ合わせて技あり、返しましたね。待て王子谷返して技あり。あたりの攻防、腰が重い。そうですね、やはり、少し組み手がですね下がりながらやっていますのでどうしてもかけても返されてしまうんですね。この2人は行動観覧あるいは学生の戦い試合などでも戦っていますが、はい、なかなかこうポイントによる決着がついてないんですね。そうですね、いや体重別の時はですね大外に投げられてですね、はい、まあポイント出ますか、原さんが怪我をしてですね途中棄権ということで王子谷に勝ったんですね。まあ、しかし原さんはここ行かなきゃいけないですね。はい、王子谷がポイントリード技あり。お外狩りここは耐えます。何か一つ崩し手があってからの方が来ますか。支え釣り込みやすい。そうですね、乗っていきますがここは腹ばいで逃れました王子谷です。まあ、原沢はここからラッシュをかけてですね1本取られても勝負に行かなきゃいけないと思います。今年1月に国際柔道連盟試合審判規定正式に改正されます。ですから今までのように何かこうこのポイントのリードを、保って逃げ切るというような柔道は今できにくくなっているわけですよね。そうですね、もう守るとすぐに指導が来ますので、まあ、王子谷選手も守るとですね指導が来てしまいますからここは守れないと思います。まだしかも時間は3分以上残っています。指導を繰り返しますと4つ指導をもらいますと反則負けという形になります。3つまではポイントには数えられません。両者まだ指導はありません。この戦いです。釣り手内側からで突っ張ろうという王子谷、奥襟を持って内股、ここも腹ばいです。引き手が十分ではなかったでしょうか。あここで王子谷に戦技にかける指導が一つ。王子谷も攻めていかなければいけません。はい、さあ奥襟を引いた原沢、またこれも内側から両襟のような形で突っ張ろうという王子谷、何か少しポイントが入ってお互いの組み方が変わってきたようにも感じます。3分を切った残り時間、足を出していく王子谷、お外に行く、もう少し崩したかった原沢、ぐっと耐えた王子谷。王子谷が間合いを詰めていく中で内股を狙う原沢、支え釣り込み足、逆の技を見せていく。引き手が今脇のあたりに入る、これで袖を引きます。これでも原沢選手いい組み手ですよ。王子谷鮮やか、今引きつけに行くところですね、王子谷選手そのまま前出てきたのでもう防げなかったですね。王子谷が原沢を下してベスト4に進出です。同世代のこの戦いを制しました王子谷。ただいまの試合、赤王子谷選手の一本勝ち。決まり技大外刈り。この表情、気合がみなぎっています。3分47秒。まず今のシーンですね。この間合いは王子谷の間合いだったわけですね。そうですね、もう負けているので原沢選手としては全部引きつけているんですね。はい、まあ、ここに思い切って大外に入ってきましたのでもう原沢選手としてはですね、使い物のない状態で大外を受けてしまいましたから受けきれなかったですね。完全に両足が揃っていました。この表情です。王子谷です。そして原沢は敗れました。日本大学でこの原沢を指導する今日は今野純さんの解説ですが、
その前に、はい、このベスト8の、顔ぶれを整理しておきましょう。ご覧のようなベスト8の顔ぶれ、その中で上川、西方、そして長瀬、王子谷といったこの4人が勝ち上がりました。100キロ超級3人、81キロ級の長瀬がこのベスト4に駒を進めています。誰が勝っても初優勝という今年の全日本柔道選手権です。豊原さん、はい、七戸の話です。今日一番の山がこの西方戦だと考えていたんだけれども、敗因は一瞬の隙ですと言葉を絞り出していました。七戸龍はこの準々決勝で姿を消しています。さあ、全日本のタイトルを手にできる選手は4人に絞られました。内容はどうでもよくてもとにかく勝ちたかったんで、もう勝ってたの最後に嬉しいです。という今野純さんに今日は放送席に座っていただいていますが、懐かしい映像かと思いますがいかがですか。そうですね、本当に決勝戦ですね、吉田選手は強かったなというのをよく思い出します。はい、私たちも戦い記憶にあります。勝負というのはこんなにも厳しいものかというね、そういう思いをしたんですけども。そうですね、やはり全日本というタイトルはですね、柔道家にとってはやはり憧れのタイトルですし、はい、何が何でもという思いがありましたので、吉田選手も当然のようにですね、何が何でもと来ましたので、非常にですね、気持ちで負けないように戦ったことをですね、今もよく覚えてます。はい、それだけのタイトル、今年もそのタイトル争っての戦いになっています。全日本男子協会員、そして日本大学柔道部男子監督の今野純さんの解説で今年のこの全日本をお伝えしています。さあ、この後の準決勝のでは展望と参りたいと思いますが、上川と西方の準決勝という形になりました。はい、いずれも一本勝ち、お互いですね、ここまで勝ち上がってきました。はい、上川はですね、もともと優勝候補筆頭ですので、順当と言える勝ち上がりだと思います。またですね、西方がですね、非常に、今日初戦から、調子がいいですね。技のキレ、体の動き、どれをとっても非常に素晴らしい試合ですので、普通にいけばですね、上川選手が順当に勝つと思いますが、西方選手も調子の良さをですね、遺憾なく発揮すれば、番狂わせも起きる可能性もあると思います。その上川のここまでの戦い、映像も含めてご覧いただくことにしましょう。2回戦の猪俣戦、開始2分13秒払い腰、鮮やかでした。軸がしっかりしてますね。3回戦は野村、試合は少しもつれたんですが。そうですね、ここは少しちょっと手間取った試合でしたけども、しっかりと投げていきました。この上川西方の両者です。少し低迷した時期もありましたが、日本一を目指している上川のではインタビューをお聞きいただきましょう。やっぱりここで勝たないと、世界に通用しないっていうのもありますので、上級で全日本選手権優勝という、そういう形にしたいと思ってます。世界選手権もロシアでありますし、今年、2年後オリンピック、ブラジルでありますけど、そこでしっかり、優勝を目指して、一戦一戦頑張っていきます。はっきりと優勝という言葉を力強く口にしている上川、充実のここまでです。さあ、一方の西方の戦いぶりをでは映像で振り返っていきましょう。1回戦は黒岩に崩れ上手法型の一本勝ち、2回戦です。81キロ級の中井、開始39秒、今朝固めでした。そして3回戦は影浦を、やはり立ち技から寝技崩していって横四方固め57秒。そして準々決勝の七戸戦、有効大内狩りで奪われましたが、その後払い腰から消せ固め、
4分46秒今朝方の一本勝ち。立ち技そして相手の反則でここまで1本の上川、いずれも寝技で1本の西方、はい、いや何か非常に対照的。そうですね、まあ、西方選手はこれは頭を下げさせですね、まあ、左右の技があるんですね、はい、この左右の技があるので非常に受ける方もですね、体重の重心をしっかりと絞りにくいところがあるんですよね、はい、まあ、そこをしっかり利用して投げて、でその後ですね、まあ、素早く今日は寝技の移行が非常に早いですね、はい、まあ、これで試合の主導権をしっかり握っていると思います。非常に上背もある両者、超状態のいい両者、この後の戦いが非常に楽しみになってきました。さあそして準決勝のもう一試合、永瀬と王子谷の戦いということになりました。81キロ級でここまでそれぞれその100キロ級90キロ級のその選抜体重別の勝者を下し、そして4年前の日本一高橋を下してのここまでです。ではその永瀬の戦いぶりを映像で振り返ります。2回戦からの登場でした。100キロ級の代表、世界選手権代表を目指す熊代、この場外際小外刈り1本でした。3回戦は吉田に指導2つの差での優勢勝ち。そして準々決勝、高橋をこ うまく組み手、うまく運んで攻め立てるという柔道でした。残り13秒、相手が強引に来たところをうまく合わせました。有効を取って優勢勝ちを収めています。永瀬貴規です。さあそして対しますは東海大学4年生の王子谷です。その王子谷の戦いぶりも振り返っていきましょう。2回戦橋本に対して小外刈り1本、場外際でした。そして準々決勝、つい先ほどお伝えしました原沢にまず技ありを取る、このこれで技ありを取ります。さらにこの後です、大外刈り豪快に決めていきました。最初の技ありは墨落とし、その後ポイントリードしての大外刈りでした。王子谷です。81キロの永瀬に対して王子谷、まあ、この辺りやはり永瀬がどうこううまく組んでいくかというあたりになりますかね。はい、王子谷選手、軽い選手を仕留めるのも非常に上手ですので、はい、まあ、永瀬選手はですね、いかに、踏み際ですね、大内、また背負い投げ等をしっかり使っていくこと、まあ、これが非常に重要になってくると思います。各選手初めてのこのベスト4への進出となりました。豊原さん、はい、敗れた原沢の話です、はい、先にポイントを取られたのが全て、最後も相手が来ることは分かっていたが技を食ってしまった、国内で負けていては世界なんて言えない、一からやり直して来年こそ優勝したいという話です。原沢選手の言葉どう聞きますか、はい、近野さん。そうですね、本当に、まあ、負けるということはまだまだ足りない部分がたくさんあるということですので、まあ、ただですね、まあ、原沢はこれからまだまだ組み手、技術、体力ともに発展途上ですので、まあ、この負けをですねしっかりと自分で噛み締めて来年に向けてまた再スタートを切ってほしいと思います。さあ今年も興味深い戦い、そして、過去5年の今優勝者をご覧いただいていますが、穴井、高橋、鈴木、加藤博隆、そして穴井が2度という形になっていますが、過去5年の優勝者を見ても最近の全日本柔道選手権、混戦という言葉が似合うかもしれません。しかし過去には王者の座を守り続けた選手たちがいました。
うシーン、あー今全日本男子監督井上康生さんの姿も見えます。あの小川直也の連覇っていうのもご覧いただきました。こういう連覇をした選手がいた、こういう選手を倒そうとした中で近野さんのようなこう勝利にかけた選手たちがいた、そういったことになってきますかね。そうですね、非常にもう抜群のチャンピオンがいてですね、まあ、安定して勝ち上がる、まあ、それにですね他の選手たちは挑戦するという図式が、過去にはあったんですけども、ここ数年はですね、まあ、本当にですね、誰が優勝するかわからないというような、年代がずっと続いていますのでですね、またですねすごい、大変強いチャンピオンがですね出てきてくれることを願っています。そういう選手の存在が全体を引き上げるわけですね。そうですね。さあそういった存在になっていく選手がこの中から現れていくか、そういった意味ではこの上川にかかる期待というのも小さくないかとは思います。まだ日本一はありません。4年前世界選手権は制しました。ロンドンオリンピックでは本当に悔しい思いをしました。そして西方26歳を迎えました。この大会好調、すべて寝技での一本勝ち。上川から西方、さあ決勝進出をかけて準決勝のまず最初の試合です。東京代表、東京の予選を1位で勝ち抜けました上川、九州代表西方、右組みの上川と左組みの西方、お互い釣り手をすんなりと取り合いました。ぐっと引きつけたのは西方、下から取っている胸のあたりに拳をこう突き当てるようにしている上川。さあ袖も引いた、間合いが詰まる、はい、上川いきますね。ここは技を出したい、支え釣り込み足強烈、さらには払い腰もあります上川、間合いが詰まった、お互い引きつけ合う、何かこうがっぷり組んで隙を見出せなかった、そんな形だったでしょう。もう一度やり直します。今西方が振り回してですね、はい、相手の軸をぶらそうとしたんですけども、上川選手非常に安定してますね。軸がウェイトトレーニングを積みました、体重が増えました、156キロ。さあ払い腰に行くか、大外刈りを狙うかというところ上川、体重が増えましたが今日はこういった形、足をかなり使える、そんなシーンもあります上川です。はい、これちょっと引きつけられるとちょっとですねあまりいい形ではありませんね。引きつけると西方の形ですね。そうですね、まあ、ただ上川選手はですね体を崩れながらでも技を仕掛けていけるんですよね。そう外、いや払い腰か、受けが非常に今日安定しています。野村戦ではこう下がりながらの内股一本というのもありました上川でした。さあ袖を引いて、お互いにこれは十分な形になっています。上川は技がまだ出ません。両者が睨み合う状態が続いている。支え釣り込み足、ただ西方もバランスを崩しません。十分でないんですね、上川選手の右手が肘を入れられてますので。おー、さっきに何とだ、耐えた耐えた、ポイントはありません。西方選手いいですね、先に仕掛けてます。徐々に徐々に体重を上げてきました。今は130キロあります、この西方です。これは上川の組手ですね。いい形ですね、はい、上川技に期待、まだ技が出ない、期待ですね。ここはそしてまた間合いが詰まってくる。西方は少しずつ間合いを詰めてきました。こうなっていくと西方の形、釣り手がだんだん下げられてしまいます、はい、上川です。この辺り西方のうまさ、頭を下げようとします。ただウェイトトレーニングの成果、頭が下げようという相手に対して下がらなくなってきた、そういった話もしています上川です。ただ技が出ません上川。そうですね、この間合いは西方ですね。もう一度何かぐっと距離を取ろうという上川です。ドイツで行われた国際大会でも何かこう自信に満ち溢れた戦いぶりを展開しました上川。何かいける形なんですけどね、さあ技出したい、この間合い、
フェイントをかけるだけ。そしてまた待て両者に指導ですね。副審2人が今積極的戦意にかけるというジェスチャーです。指導両者に指導です。指導は3つまではポイントにはなりません。4つもらってしまいますとその時点で反則負けということになります。払い巻き込みに行こうという西方です。この辺りは落ち着いて受けています上川。ただ上川は技が出ません。おっと小内刈り。足技も非常にうまい選手です上川。そうですね、あの足技から次の大技につないでいくはずなんですけどそれはちょっと出ないですね。内股大内も少し見せる。払い巻きで体勢。あとこの辺り受けが強い。もう一度大外刈り。受け強いですね。ただ西方積極的です。初の日本一へ向けて。さあ上川も受けの強さは見せていますが自分で攻めていきたいところ、はい、西方が今受けると投げられなくても指導を受けてしまいますからね。大内刈り、はい、足を出していく。非常に十分な形になっているんですが技を出しませんね。少しこう右手の位置が十分ではないんでしょうか。いえ、これは上沢選手はこの右手の位置であれば十分技を打てますね。大内刈りから粘っていく。待て上川も技を出してそして前に進んでいきました。残り時間が1分30秒です。このままでいきますと旗による判定。このままですと技の数でいくと西方ということになりますか。うん、そうですね、微妙な試合です。まだこれから1分20秒ありますので、まだ分かりませんが、まあ、若干西方選手技数多いような気がしますね。また間合いが詰まっていく。上川は引き手は引けている。支え釣り込み足、ちょっと思い切って内股を払い腰を打ってもいいんですけどね。上川はですね、これ西方の組み手になりましたよ。奥を取って奥襟を引いて間合いを詰めていく。上川の釣り手に下がっていく。さあ残り時間が1分を切った。大外刈りそれを返していく。あっとポイントはありません。選抜体重別の時は試合終了間際七戸の大外刈りを狙っていたという大外返し1本を奪いました上川。ここもまたお互い十分な組手。残り時間がまもなく40秒。ここは上川の組手なんですけどね。大内刈り打っていいんですけどね。足技を出しています上川です。前技払い腰にはいきません。前に出る上台際で大外また戦います。圧力をかけていっているのは上川。さあ残り20秒。両者ポイントなし。指導の数も同じ。お内股に行く。粘る。日本最後は足払いでした。最後は足払いでしたね。見事でしたね。残り時間は10秒を切ったところ。そうですね、あのまま判定に行くとちょっと微妙な判定になるところでしたから。この辺りどうでしょう、はい、これまで少し精神的な弱さを見せていた上川選手とは、はい、何か違う、そんな受け止めでいいでしょうか。はい、最後まで諦めない、まあ、非常に精神的に成長してきているなと、まあ、それが試合の結果にこう結びついているような気がしますね。しかし西方も健闘しました。はい、非常に頑張りましたね。最後のシーンをご覧いただきましょう。残り時間がなくなってここまでの技の数では西方かというところ。内股西方もよくしのいだんですがこの後です。追いかけていってのこの足払い、送り足払いですね。見事です。あの大きな西方の体が宙に浮きました。はい、やはり一発の力ですね。非常に、素晴らしいものを持ってますね。4年前はリネールを倒して世界チャンピオンになりました。その強い上川再び
強い上川を取り戻す、そして初めての柔道日本一にあと1勝となりました。さあ準決勝のでは第2試合をお伝えしてまいりましょう。主審川島審判員、副審諏訪審判員、81キロ級からこのベスト4に進出してきました。去年は垣田恭平がやはりこの階級からここまで進んできました。体重無差別で日本一を争います。そして原沢を下してのこの決勝進出、やはり若い21歳の王子谷武史。20歳と21歳の戦い、組手のうまさを高橋和彦戦では見せた永瀬。ここも技あり、抑え込んだ、横四方固め、いや上四方固めだ。これは15秒で1本になります。技ありを取っていますので15秒で上さん1本になります。抑え込みは解けました。ただまだいきます。もう一度抑え込み、先ほどの抑え込みは有効のポイント。また上潮固めががっちり入っている。永瀬はこれはもう逃げられないか。有効のポイント、15秒で合わせ1本です。技あり合わせ1本、上四方固め合わせ技1本。王子谷武史も初の日本一へ向けてあと一つ。81キロ級ここまで健闘しました永瀬ですが、そうですね、低い袖釣り込み、まあ永瀬選手としてはちょっと予想外の攻撃が来たということで防ぎきれませんでしたね。あの大柄な王子谷が担ぎ技に行ったんですね、時折見せる技なんですけれども、はい、まあ、この場面はやはりですね、普通にオーソドックスにオーストラリア狙いでいくかなと思っていたんですけれども、まあ、ここは、いきなりですね、しゃがんでいきましたので、まあ、永瀬選手もちょっと意外だったんじゃないかなと思います。あ、袖釣り込みですね、袖釣り込み腰、はい、一本に近い袖釣りでしたね。もう一度ご覧いただきましょう。ですね、鮮やかでした。何か永瀬としても今日疲れたようなそんな感じ。そうですね、あ、本当ですね、これもう限りなく一本に近い、限りなく一本に近かったですね。申し上げてもいいんでしょうね、はい、副審一人は一本を主張していたという鮮やかでした王子谷。さあこれで今年の日本一をかけた決勝の対戦が決まりました。はい、上川大輝そして王子谷武史というこの両者の戦いになりました。さあではここまでの上位の戦いぶりご覧いただいています。上川大輝が吉永そして西方を下して決勝に進みました。立ち技での一本勝ちを重ねてきました上川。さあそして一方の王子谷は原沢を大外刈り1本、そして今永瀬を合わせ技1本で仕留めてこの決勝進出を決めています。さあ全日本柔道選手権まもなく日本一が決まります。9歳4ヶ月石井が最年少優勝を遂げた時の映像をご覧いただきました。今日は解説はこの全日本選手権2度優勝の今野純さんにお願いをしてお伝えしています。今野さん、これでですね、はい、今年やはり両者いずれが勝っても初の日本一と、そうですね、いうことになってきました。はい、その初めてこのタイトルを取る時、はい、
どんな心境だったというふうに思い出されますか。そうですね、決勝戦もですね、はい、2度敗れていましたので、はい、3度目の正直ということで、臨みました。やはりこの決勝を一度やっているというのはですね、はい、精神的にかなり安定してきますし、やはり初めて決勝に進むときはですね、当時は決勝10分でしたから、時間の配分等もよく分からずにですね、なるほど、はい、試合をやってしまってですね、はい、非常に、後半エネルギーがなくなって苦しい思いをしたのをよく覚えています。はい、その初めて、両者ともに初の決勝ということになりますが、はい、ここからアドバイスの声は2人には届かないとは思いますが、はい、そういった声をかけるとしたらどんな言葉になるんでしょうか。そうですね、もう本当にあとはですね、ここまで来れば、はい、どちらがですね、全日本のタイトルを取りたいという執念があるのか、そういう戦いになると思います。過去の戦いでは上川選手が大谷選手をですね、圧倒していますが、この決勝という舞台になりますと、これは何が起きるか分かりません。上川選手もですね、必要以上に硬くなるとですね、やられてしまいますので、とにかく自分たちの柔道をしっかりやるんだと、そして勝つのは自分なんだという強い思いを最後まで持つこと、これが、勝つためには重要になってくると思います。1メートル85センチの上川、1メートル86センチの王子谷、136キロの王子谷に対して156キロの上川、体重では幾分上川が上回っているというこの両者です。さあ、この全日本柔道選手権は今年の8月にロシアで行われます世界選手権の代表選考の上で100キロ超級においては大きな参考になる戦いになっています。ここまで決まっている代表選手はご覧の通りです。60キロ高藤、66キロ海老沼、世界チャンピオンが続きます73キロの大野、そして81キロの長瀬、90キロはベイカー・マシューが世界選手権の代表を射止めました。あと残りは100キロと100キロ超級、ここの中で七戸、はい、あるいは原沢といったところが敗れました。はい、これ上川がこの代表の座を手にする上では、はい、どうでしょう、この後の決勝の戦いというのも非常に大事になってくるんじゃないですか。そうですね、ただですね、ヨーロッパの試合と選抜で優勝していますので、はい、これ上川ですね、この勝敗に関わらず私は代表に選出されるんじゃないのかなと思っています。はい、ただですね、今回世界選手権はですね、2枠2人出せる階級が出てきますので、はい、そうですね、そこのところでもう1人を、誰を選んでいくのかというところになってくると思いますので、上川選手が代表になるのは、ほぼ間違いないんではないかな、こんなふうに思っています。そして今井上監督の姿もあります。100キロ級に関してはこの井上監督からもかなりこう厳しい言葉がありました。はい、その中で、熊代が初戦で敗れた、はい、羽賀もなかなかこうあまりいいところが出せない、はい、このあたりいかがでしょうね。そうですね、非常に、この階級は日本が苦戦している階級です。はい、でまたそれにですね、この階級ですね、外国人選手のですね、競合が非常に多いんですね。そうですね、はい、群雄割拠という形でですね、1人競合がいるというよりもほとんどの国に競合がいると、もう1回戦から気が抜けない階級なんですよね。はい、そんな中で安定していく力を見せてくれる選手がですね、この全日本で出てきてくれればなという思いがあったんですけれども、はい、残念ながらちょっと100キロ級の選手はですね、早々に姿を消してしまったというところだと思います。この大会が終わりますとその100キロ超級の代表の発表もあるということになっています。さあ、そしてかねてから試験的には導入をされていましたルールの改正、今年の1月に正式に国際柔道連盟試合審判規定が改正されました。主な点を抜き出したという形になっていますが、パパ判定がなくなりました。そして延長戦は無制限になりました。そして指導ですね、相手の組手をこう、はい、しつこくこう切る、切らんとですね、組み合おうとしないということですね。はい、あるいはその場外にこう逃げるような動きをする、はい、こういったものには非常にこう早く指導が与えられるようになりますね。そうですね、はい、もう本当に、道場内で2つ組んで技を仕掛け合うようにということが意図としてあると思います。それだけやはりこう技、そういったものをこう求める柔道に変わった、はい、ということでいいんでしょうか。そうですね、技というよりもうとにかく1本を取るんだと、攻撃をして、アグレッシブな柔道をしなさいと、
まあ、いうことが一番の基本理念になっているんじゃないかなと思います。さあ42人が出場しました今年の全日本選手権、それでは今日決まった1本をここでまとめてご覧いただきましょう。今日の1本をご覧いただきました。さあ残すは決勝戦を残すのみとなりました今年の全日本柔道選手権です。改めて決勝の対戦をご覧いただきましょう。決勝戦は上川と王子谷、この両者の戦いになりました。ご覧の2人です。上川ここまで全て一本勝ち。ではその上川のここまでの戦いぶりを振り返ります。2回戦は猪俣でした。開始2分13秒の払い腰、落ち着いた、そして何かこう充実した形の戦いぶり。3回戦は野村、下がりながらでしたが内股で1本。準々決勝は吉永、指導4つ反則のによる一本勝ち。準決勝は西方、お互いにがっぷりと組んだ中でなかなかこう上川は技を出せないという、西方が先手先手を取っている。その中でこの内股から最後送り足払い、残り9秒というところの一本でした。さあここまで全て一本勝ちの上川、そして対するは若い21歳の王子谷。ではその王子谷のここまでの戦いぶりを振り返りましょう。2回戦は岩手の橋本、小外刈り1本。準々決勝です。原沢、まずはこの返し技、浮き落としで
技あり、さらにはこの後大外刈りで一本、非常にこう気合が充実しているという表情の王子谷。さらには準決勝では81キロの長瀬、袖釣り込み腰で技あり、その後上四方刀、合わせ技一本で決勝に勝ち進みました。一旦は溶けかけた抑え込みだったんですが、この準決勝ではしっかりとその後も抑え直しました。立ち技から寝技へ、こういったところも非常に隙なく戦いました王子谷です。上川と王子谷の決勝戦です。豊原さん、はい、その王子谷について東海大学の上水監督の話です。上川とは東京選手権で戦っているんですが、1本で負けていると。しかしこちらは準決勝早く終わらせて体力を温存できた。その点も踏まえると五分と五分の戦いができると思う。相手は返し技がうまいので相手の誘いに乗らないことが大事だと話していました。戸部アナウンサーのリポートが入ってきました。さあ近藤さん、はい、この両者の決勝戦、はい、見どころ展望ですね。ポイントになるようなところはどんなところになってくるでしょう。そうですね、まあ、上川選手が、まあ、普通通りにですね、はい、力を発揮すればですね、まあ、比較的やりにくいタイプではないと思うんですね。ただですね、やはりこの決勝という舞台で、まあ、上川選手があまり硬くなりすぎますとですね、はい、まあ、王子谷選手が先に先にアグレッシブに攻撃をしてきて、まあ、指導などを先行されるとですね、はい、まあ、非常に苦しい戦いになる可能性も十分にあるかなと。まあ、前半の1分2分、まあ、上川選手がどういった技差しをしていくのか、まあ、この辺がポイントになってくるんじゃないかなと思います。選手たちが姿を現しました。東海大八木水監督に付き添われて決勝の畳へ向かおうという王子谷です。準決勝でですね、はい、上川が西方に対して技が出せなかった、はい、このあたりはその緊張感と見ていいんでしょうか。そうですね、まあ、上川選手のここ数試合の戦い方を見ている限りですね、まあ、スタミナがそれほど切れるとはちょっと思えないところもありますので、はい、やはりですね、まあ、全日本初タイトルということで、まあ、非常にですねちょっと緊張感が出てきてしまって、まあ、少し技出しが遅くなってきてしまっているのかな、まあ、返されることをちょっと恐れてしまっているんじゃないかなというような感はありますね。試合前取材をしましても、おそらく誰よりも優勝したい気持ち、今回の私が一番強いだろう、はい、上川はきっぱりと話していました。そういった部分、気持ちの充実が気負いにつながるということはありますね。そうですね。豊原さん、はい、どうぞ。この上川の母校の明治大学の猿渡監督ですけれども、やはり前の試合は見すぎてしまった、仕掛けが遅すぎましたというのが本人の反省だそうですね。この決勝に関しては全てをぶつけますと。相手は何度も対戦している間で、今日の感覚でその時に合った技を出すというふうに言ったそうです。ここまで全て1本ですけれども、非常に体は切れている、6分間を広く使っているという話でしたね。今日相四がっぷりこの決勝になりますので、先に仕掛けていけ、思い切りいけ、先手先手だという話もしたということです。大井アナウンサーのリポートでした。どうでしょう、冷静に自分を振り返れてるってことになるんでしょうか。そうですね、まあ、技が出ないこともしっかりと分析してですね、まあ、この試合に気持ちを切り替えてきてればですね、やはり力的には上川選手ではないかなと思います、はい、そこにその上川、念願の初めての日本一、世界選手権のタイトルは取りました、あとはこの日本一とオリンピック、そうも話していたこの上川です。2年ぶり4回目。さあ一方、東海大相模高校から東海大学、この年代のエリート街道を突き進んできた王子谷、初めての日本一まであと1勝です。24歳、復活を期す上川か、若い21歳王子谷がこのまま一気に日本一頂点まで駆け上がるのか。今年の全日本柔道選手権、いよいよ決勝戦です。先に試合会場前入ってきました王子谷。
かなりこう王子谷も気持ちの入った表情を見せてますね。そうですね、かなり、気持ち入っているようですので、これも、まあ、王子谷選手もですね、先に試合開始当時に行くんじゃないですかね。さあそして赤上川が今ゆっくりと何か場内の空気をこう感じながら、そんなことも思わせるようなゆっくりとした足取りで入ってきました。さあ今年の全日本柔道選手権、まもなく決勝です。ただいまより決勝戦を行います。決勝戦進出者を紹介します。赤東京地区代表上川選手慶応ガス、白東京地区代表王子谷選手東海大学、主審西田審判員、副審大迫審判員、同じく平野審判員。さあ今年の柔道日本一が決まります。決勝戦です。最後の6分間の戦い、お互いに右組みです。体重差はおよそ20キロ、身長はほぼ同じ。24歳上川、21歳王子谷。まず高いところを取った上川、少しこう柔道着をうまくこう緩めるような形になりました。王子さん、またまずがっぷりとお互い組み合います。あ、その王子谷が上川の引き手を一旦嫌います。奥襟を取ってきた王子さんです。前がぐっと詰まる。お互い右組み、おそらく王子谷選手はですね、奥襟を持って頭を下げさせて、ああスタミナを奪おうという作戦に来ると思いますね。さあお互い袖を引いた。上川の釣り手をこれ下げようとしてますか、王子谷は。はい、右手を下げていますね。まあ、ただ上川選手ですね、右手が下がっても技を打ち切れるんですね。待て、前に出ていったのは王子谷で、ここで待て。まずは静かに始まりましたこの6分間の決勝。積極的戦意にかけるということで指導改正された国際柔道連盟試合審判規定、早めに指導が与えられるようになりました。さあ釣り手も取った、引き手も引いた。さあ2つ持ったのは上川、足がない、小内刈りだ、小内刈り、腹ばいで逃れています。待て、ポイントはありません。足技ですが何か重みを感じるこの上川。そうですね、上川選手非常にふくらはぎが太くてですね、足払いが重いんですね。4年前世界一になった時にはビネールはやはり支え釣り込み足で畳の上に倒しました。内股、ちょっと手を離してしまいましたね。理想攻撃にはなりませんでしたね。開始1分半30秒、王子谷、これ王子谷としてはどうしたいですか。ですね、王子谷としてはですね、少し軸をずらしたいんですね。頭を下げて、はい、まっすぐしているとですね、非常に受けが強いので、はい、今のところ技が通じてないんですよね。ですから 上川選手の頭を下げさすなりをしたいんですね。今間合いが縮まってきています。はい、まあ、普通ですね、あれだけ王子谷選手に左手で右手を下げられるとですね、また打てないんですけれども、はい、あそこからでも切り返して払い腰で大空内股に入ってくるので、王子谷選手としても最新の注意を払って前に出てますよね。上川にはその硬さみたいなものはここまでどうでしょう。そうですね、今のところは足技も出てますし、しっかり攻撃をできていると思います。今は両襟から形を作ろうという上川。
釣り手を動かしていく。あと小外刈り。ここは王子谷が上川のバランスを崩します。足払いをそのままつばめ返しで返しましたね。ここは足を出していきます王子谷。下がっていきます。王子谷が前に出る展開。開始2分30秒が過ぎました。副審1人が場外を指導されましたね。上川が場外の指導。はい、上川、まあ、はい、できますね。上川はこの今日の戦いの中では下がりながらの内股、こういったものもありました。うまく体を入れ替えた王子谷。体を何かこう少し半身にするようにして前に出ていく王子谷です。はい、王子谷はですね、左足に重心をかけているんですね。払い腰に行く。今の技を防ぐために左足にしっかり重心をかけているわけですね。なるほど。狙っちゃダメ、狙っちゃ。まあ、お互いに何度も戦っている、どういった柔道をしてくるか、まあ、分かった中での戦いということになりますね。そうですね、まあ、王子谷選手はしっかり研究してますね。東海大4年王子谷、明治大学から慶応がそーっと支え釣り込み足に行く上川です。この形を狙っていると思いますか。奥襟を取る、はい、頭を下げさせたい王子谷。頭を下げ、支え釣り込み足。ここもポイントはありません。待て、今指導の差は一つです。残り時間は2分36秒。ここまでは王子谷がうまく戦っているというところですか。はい、ちょっと重たいですね、動きが。上川選手、日本一、その気持ちの強さ、思いの強さ。小内刈り。待て、この試合2度目こういったシーン、小内刈りで見せました。お互いに足技で相手を腹ばいにしています。上川の足が少し動き始めました。動いてきましたね。両襟を取る、圧力をかける、王子谷なんとか組み止める。また体を半身にする、さばく、支え釣り込み足。待てです。柔道着を整えることを求めます。十分な激しい稽古はお互いに積んできている、そういった中での戦いです。残り時間が2分11秒。どちらが勝っても初の日本一。さあ、上川が少しどうでしょうか。気持ちが表情に出てきたか。はい、今待てです。ちょっと駆け逃げでしょうね。あ、王子谷駆け逃げ、偽装攻撃。これで指導の数は2つずつ。その上川の圧力を感じていたということになりますか。そうですね、ちょっと握りが不十分なまま次々に行ってしまいましたね。大内刈りを見せる王子谷。上川いけますよ、ここは。袖も引けています。大外刈り、2度目の挑戦で柔道日本一まで上り詰めました。見事な大試合でしたね。鮮やかでした。重量級、また一人若手が、ただいまの試合、その存在を、白王子谷選手の一本勝ち、大きくアピールしました。大外刈り。上川敗れました。4分18秒。悲願の日本一の座、遠かった。最後のシーンご覧いただきましょう。この大外刈り、あの受けの強い上川を持っていきましたね。そうですね、もう何の迷いもない、本当に大外刈りでしたね。あ、何の迷いもないですか。はい、やはり上川選手、いろんなものをですね、やっぱ優勝に固くなった、まあ、王子谷選手はですね、まあ、本当にこう無欲の勝利、まあ、期待されていなかっただけにですね、まあ、何クソという思いもあったでしょうし、決勝は挑戦者の気持ちで押すかけたと思います。さあ、では喜びの声です。
放送席、そして日本武道館の皆さん、今年のチャンピオンです、王子谷剛志選手です。おめでとうございます。ありがとうございます。初優勝ですが、今どんなことを考えてますか？そうですね、いろんな雑誌とか見ても優勝候補とかにも外れていて、とても悔しい思いを しました。その悔しい気持ちを今回はぶつけました。その優勝候補の一人にも挙げられていました上川選手との決勝になりました。どんな気持ちで畳に上がりましたか？はもう試合前に阿久美先生に粘ったら必ずチャンスが出てくるから自分を信じて頑張れっていうことを言われて、それを信じて戦って、いい形に終われたと思います。決勝も積極的にいって硬さ、そんなあたりはありませんでしたか？そうですね、やっぱしチームメイトとかの声援を聞いて、やっぱし硬い柔道をしてたらダメなっていう気持ちが出ました。そして準々決勝ではライバル原沢選手も破りました。これについては、この先、試合等で当たるので、そういった意味では必ず1本取って決着をつけるんだっていう気持ちを持ってやりました。代表選考も勝てています。世界選手権に向けても一言お願いできますでしょうか？世界選手権よりもまず目の前の6月の全日本学生優勝大会を7連覇したいと思います。おめでとうございます。ありがとうございました。優勝しました王子谷剛志選手でした。優勝インタビューでした。高井アナウンサーでした。東海大学からの優勝というのは井上康生さん以来実に11年ぶりということになりました。放送席、それでは日本代表の井上康生監督にお話を伺います。日本選手権、若い王子谷選手優勝ということになりました。今年の日本選手権どうだったでしょう？そうですね、久しぶりのこの重量級の優勝というところで、2010年にも高橋選手は優勝してますけど、2016年のリオに向けて、上川選手もだいぶ復調してきている部分もありますし、また王子谷選手という若い選手が出てきたというのは非常に今後につながるいい大会になったのではないかなというふうには思います。今大会、この後選考がかかるんですが、100キロ超級の世界選手権の代表選考も兼ねていて、海外で結果を出した上川さんが2位で、王子谷選手が初優勝なんですが、これから、まずはコーチミーティングをやって、そして協会委員会でですね、誰が世界で勝てるかということを考えた上で決めていきたいというふうに思います。それから今大会は100キロ級についてもですね、選考がかかっていたんですが、ベスト8に1人も100キロ級残りませんでした。これについては、これが今の現状だと思います。ですから、我々はここから2016年に向けて、もちろん来年の世界選手権もありますし、そこで勝てる選手をどう育てていくかというところが大事になってくると思いますので、そういうふうな目線で今回の選考も行っていかなければいけないかなというふうに思っています。選考の前には、あるいは100キロ級の選手派遣を見送ることもという話もありましたが、この選考会2つ終わってですね、改めてどうでしょうか？それも含めた上で、講師会議、そして協会委員会を経て、どういう形にするかというのを決めていきたいと思います。世界選手権に向けても一言最後お願いします。そうですね、世界で、昨年では3つの金メダルということでしたが、それ以上の成績を収められるように、また次につながれる試合ができるように、頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。優勝した王子谷選手のインタビュー、そして井上監督のインタビューを聞いていただきました。はい、さあ近藤さん、2人の声を聞いて、まず日本選手権者の仲間入りをした王子谷選手に、本当にですね、本人も言っていたように、予想に名前も挙がっていなかった王子谷選手がですね、優勝候補3人を抑えて優勝したこと、これはですね、普段からしっかりと努力を積んでいたに違いありませんので、まずは王子谷選手の努力、執念、これにですね、心から、拍手を送りたいと思います。そして、そうですね、
若い力が重量級で出てきたという嬉しいところ、そうですね、この上川忠七郎が日本一になれなかった、はい、このあたりはどう受け止めていらっしゃいますか。はい、まあ、やはりですね、まあ、年齢的にピークに来ている上川、篠平というこの両名、まあ、この両名が優勝候補の筆頭だったわけなんですが、やはりこの全日本のタイトルの中でですね、力を出し切れない何かがあるんだと思うんですね、まあ、その何かをしっかりと見つめ直してですね、もう一度挑戦をしてきてほしいなと思います。リオデジャ、ロンドンオリンピックの後にですね、はい、重量級の再建ということが言われました。そういう意味では、はい、こう再建は進んでいるという受け止め方でよろしいでしょうか。はい、国際大会等でもですね、結果は出てきております。まあ、しかし今日の結果を見て分かるようにですね、まだまだ過去の歴代の重量級チャンピオンのように安定感のあるチャンピオンが出てきていないということですね。まあ、このところは我々の最大の課題となっているところだと思います。今年のこの全日本柔道選手権、解説は全日本男子協会員、日本大学柔道部男子監督の今野純さんでお伝えしてまいります。どうもありがとうございました。ありがとうございました。優勝王子谷武史でした。